過去を問、本多忠勝らの活躍で、落城の解放戦は大勝に終わった。もはや閣下が落城へ向かうことはない。再びこの戦いに勝利すれば、彼を仲間にできるはずである。過去は変わった。閣下殿が落城に向かうことはない。あとは再びこの戦に勝利し、閣下殿を仲間に迎えるのみよ。 展開の分かっている過去の戦だ。この私が負けるはずもない。すでに勝利への布石は見えている。強引な突破は避け、敵の導くままに進め。奴らはすでに袋のネズミだ。包囲を絞り追い詰めよ。報告します。 曹操率いる敵兵隊が敵を討ち取ったのこと。我らは本作で邪魔を出さない。あの丘に伏兵が。兵を送り打ち果たせ。正真打ち。俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、 敵将、討ち取ったり。覚悟しろ。ひとひねりにしてやるぜ。勝負。超死竜剣斬。超死竜参る。超死竜参る。やってきやがれ。超死竜剣斬。やってきやがれ。 俺の心は 決して俺はしない。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。助かったぞ。置いて置いておけ。次は容赦しねえぞ。敵と討ち取った。 ひねりにしてやるぜ。さて、これで足を止めてもらおうかな。伏兵の排除もできるのか。 お見事な武勇にございます。 決して俺はしない。私の知略に勝てんと思いか。
ことが。そのまま負けではない。敵将打ち取った。終着至極に存ずる。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。超支流剣山、超支流ファイル。超燃えておけ。次は容赦しねえぞ。敵将打ち取ったり。超支流剣山、始まったようだ。我らも行くぞ。よし、俺たちも続くぞ。次は強撃か。背後を警戒しつつ足を早めよう。うん、いい戦ぶりだ。参りましょう。なぜお前がここに。さて、あなたならばお分かりになるのでは。まあ、敵に回るのなら戦うのに。浅見内か。正面から当たり、崩す伸び。調子には健全。参りましょう。私の敵、覚悟していただきますね。ほう、お前が超支流剣山。信用ならぬ男だと思う。超支流剣山。ラッキーで作っている。ラク城で逃走した男とここで対戦するか。なんとも奇妙な感覚がある。敵将撃ち取った。参りますよ。やっくそ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 。超支流剣山。超支流ファイル。執着至極に存ずる。参りましょう。超支流剣山。超支流剣山。ここからが本当の勝負よ。かかってきやがれ。参りましょう。
かれるとは満身が俺が戦場で奥を取る。勝ちそう。勝ち取った。引くことがそのまま負けではない。お見事な武勇にございます。かかってきやがれ。執着至極に存ずる。しんがりを守る。本体が逃げ切るまで踏ん張るで。参りましょう。するものら捨ておけんな。やっ、当然道が塞がれる。では反撃の準備を整えるとしよう。アジャ検証を一新しながら楽器につくとは。我が腹の黒い幼女の勲章聖女の空想にて破壊。それが上杉の流儀です。ならば見極めてやろう。闘争でな望むところですよ。ダッキと君に再びよう騒がすつもりか。なら損することになるぞ。なるほど、大したものだな。信念に裏打ちされた人ならではの強さ、義と愛の理解いただけましたか。理解できない。お前たちは何をなそうとしている。参りましょう。正直を検査。ご苦労だ。このまま本位に参加せよ。落城の方はよろしいのですか。何者かの片付けがあったゆえ、男子の力を借りるまでもなく片付けた。曹操殿の来着か。閣下殿は以前のような。かかってきやがれ。ダッキに関する者らにその真意を正す。天水お見事な武勇にございます。
世界が変わろうと貴様への恨みは消えん。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひととき復讐の刃を収めよう。よし、我らの勝利だ。私の策は全て読まれていたように感じるけれど、シバイ殿、私に何か隠していないかな。我が知略があなたの上を行っていた、それだけのことでしょう。私が芝居様を未来よりお連れしました。この戦は
私たちにとっては過去なのです。バカめが余計なことを。普通ならありえないと思うところだけど、芝居殿のおかげで信じられそうだよ。